東京にある県のアンテナショップが昨日オープンから13周年を迎え、鏡開きが行われるなど盛大に祝われました。東京銀座にある県のアンテナショップまるごとコーチ、昨日オープンから13周年を迎え、セレモニーが行われました。コロナ禍以降4年ぶりに鏡開きを行い、訪れた人々に酒を振る舞うなど記念の日を盛大に祝いました。まるごとコーチは2010年首都圏の外商拠点として誕生。2020年からは新型コロナの影響で特にレストランの売り上げが落ち込みましたが、昨年度にはレストランと物販で58万人余りが来店するなど順調に売り上げを伸ばしています。先週末には南国市出身のシンガーソングライター竹内愛さんが店頭ライブを行うなど記念日を盛り上げました。昨年度は58万人、多い時は64万人の方が高知を感じていただける、そうした拠点がここの銀座の地にできたということは非常に意義がある。大阪梅田に設置するアンテナショップ、ここと日本柱で全国をターゲットにした外商活動につなげていきたい。まるごとコーチを運営する県地産外商公社は、来年大阪にオープンする新たなアンテナショップの運営も行う予定で、さらに高知の魅力を発信していきたいとしています。